今日はポアラがついたお酒とメジャーカップを使ってお酒を注いでいきたいと思います。何年か前からミクソロジストの人たちがこういったねポアラが刺さってるお酒と、まあ、メジャーカップを使っておしゃれなね感じでこう注いでるのをよく目にするようになったと思うんですけど、この注ぎ方結構難しいんですよね。実はなんかいろんなねそのバーテンダーの映像とか見るんですけど、あれもよく見るとね大体こぼしてますね。なんかそのかっこいいあまりにその形だけこうなんとなくやっちゃってる人たちが大半で、この動画を見てる人はできるだけあのこうクリーンにお酒を注いでほしいなと思って、まあこういう動画を作ろうかなと思いました。このメジャーカップは上の小さい方が30ミリで、下の大きい方が45ミリお酒が入るんですけど、僕のおすすめはできれば45ミリの方で、30ミリのところまでお酒を入れて注いでほしいんですね。っていうのはいくつか理由があって、結構これね勢いがすごいんですよ。あっという間にこう30ミリビリビリビリってこう上がってきちゃうんですね、液体が。なのですごく急がないとダメで、ちょっとなんかこう見てくれが悪いというか、でしかもこのメジャーカップって言ったらちょっと表面張力で液体がこうふっくらしてる状態で30ミリなので、それをこの勢いのまんま取ることはほぼ無理なんですよね。なのでこの深い方であれば、まあここで30ミリ取ってもまだ少しスペースがあるので、あの液体がふわって溢れにくいんですよね。もちろんこの中のメモリに30ミリって書いてる親切なメジャーカップもあったりするんですけど、まあなくても、まあここが30ミリだなって分かってれば、そこに来た時に液体を切って入れるっていうことができますよね。なのでじゃあ15ミリだけ入れようと思った時に30ミリの方を使うとか、大きい方で測る方が、まあ簡単にあまりリスクがなく綺麗に注げるっていうのだけ、まあ覚えてればいいかなと思います。で、このメジャーカップなんですけど、持ち方って、まあ、いろいろ諸説あるじゃないですか。一応日本のスタンダードは、こういった持ち方ですよね。人差し指と中指に挟んで、こういう風に返すっていうのが一応スタンダードだと思うんですけど、でも意外とその海外の有名なバーテンダーの方でも、こうやってお酒を注いで、こうやって入れてたりとか、なんかこんな感じで、こうやって入れてる人とかいて、別にあの、正解はないんですよね。メジャーカップの扱いに関してはまた別の動画を出しているので、まあそちらを参考にしていただければなと思います。ちなみに僕はこうやって、こういう持ち方をしますね。こうやって注ぐんですけど、そこはなんかこうあんまり常識にとらわれないで、別にこれがかっこいいって思うんだったら別にこれでもいいかなと思います。一応その日本のバー業界では人差し指と中指っていうのがスタンダードにはなっていると思うので、まあ今日はこの持ち方で解説したいなと思います。で、他の動画でも言ってますけど、持ち方も、自由です。海外でよく見るのは中指とこの薬指の間にこうやって挟んで、こういうのをなんかよく見るような気はします。自分がかっこいいと思う握り方でやってください。注ぎ方のコツなんですけど、液体をそのまんまこのメジャーカップを立てた状態でダイレクトにやると結構跳ねる確率が高くて、そうならないために個人的には液体をまずこのメジャーカップの内側に当ててから、まあ、ワンクッション置くって感じですね。で注いでいくと意外とその液体がポンって跳ねたりしないっていうパターンが多いですね。あとこっちに入ってる液体の量によっても結構その注ぐ難しさって変わってきちゃうんですよね。なのでまあその辺はこう練習して、この辺やりづらいなとか、この辺やりやすいなって多分見えてくると思います。まず最初は、メジャーカップに注ぐことに慣れなきゃいけないので、この状態からボトルを倒してゆっくり入れて、ボトルを切って入れる。この練習からですね。これをバッといっちゃうと結構跳ねる率が上がっちゃいますね。で、これに慣れてきてもうちょっとかっこよく見せたいなと思ったら、注いでる時の液体を見せると結構クロート感が出るんですよね。なのでまずはじめに優しく注いで液体を見せて、ってあげる。これが第2段階かなと思います。液体を見せるときにですね、ボトルをこう上げるのもいいし、逆にこのメジャーカップを下げるっていう点もあるんですよね。これはもう好みですね。あんまりその難しさは変わらないので、僕は、メジャーカップを下げる方が多いですかね。で、本当に距離出したいなと思ったらもう本当にどうしてもこういく感じですかね。まあ、実はもうこれだけでも結構難しいんですけど、もう一段階かっこよく見せようと思うと、こっからこうやって注ぐんじゃなくて、こうやって円を描いてから
注ぐと。ちょっとクロートっぽいですよね。でこの要領でボトルはじゃあこうやったらちょっとかっこいいってなると、次残り左手ですよね。じゃあメジャーカップもただ待ってるだけじゃなくて、こういう風にしてあげればこれができるようになるわけですね。これもすごく簡単で、あの使う方を下に向けておいて、くるっとひっくり返すだけです。これ以前のメジャーカップの動画で解説しているので、ここでは省きます。なのでこの動きとこの動きで、それは同時にやるとこうなります。ここまでできればあとワンステップです。最後じゃあこの液体を入れた後ですね、入れた後にこのボトルを持ってる方の手を、これもいくつかパターンがあるんですけど、例えば入れた後にこうやって一緒にこう動かしてあげる、まあ、そういったパターンがあったりとか、あとは入れ終わった後ですね、後に液体を入れると同時にボトルをこっちに回します。それを連動させるとこうなります。このキックアウトするパターンとこの弧を描くパターンですね。液体を上で切るっていうのはすごく難しいので今回はやめときます。なのでおさらいをすると、ボトルで円を描いて注ぐこと、メジャーカップもここでスタンバイするよりも使う方を下にしてこうやってセットする、そして2つの動きを組み合わせる。液体を当てるのは底ではなく中の面の部分に1回液体をクッションさせて注ぐこと、そして注いでいる液体をなるべく見せることで、液体を切るときはしっかりボトルを下に下げること、そして液体を注いだ後にノックする、もしくは液体を注いだ後にまた弧を描く、でそれらを全部組み合わせるとこうなります。これは慣れるまではもうバシャバシャこぼすと思うので、皆さんぜひお風呂場で練習してみてください。ということで今日は以上になります。よかったら練習してみてください。それではまた次回お会いしましょう。 See you! We'll be right back.